ギーゼラ・マウアーマイヤーはドイツの陸上競技選手である。彼女は1936年に開催されたベルリンオリンピックの女子円盤投げで金メダルを獲得した。マウアーマイヤーは1932年18歳の時にナチ党に入党しヒトラーを熱心に支持していた。彼女は才能のある陸上選手で円盤投げ、砲丸投げ、五種競技の3種目で 当時の女子世界記録を保持していた。ベルリンオリンピックの競技種目に含まれていたのは、このうち円盤投げのみだったが、世界記録保持者である彼女は、優勝を確実視され、ドイツ国家と国民からの期待は大きかった。長身でがっしりとした体格の彼女は、長い金髪をギュッと巻き上げて束ねていて、その髪型がヒトラーユーゲンの少女たちに好まれるなど、 ベルリンオリンピック有数の人気者でもあった。ベルリンオリンピックの女子砲丸投げは19人の選手が出場して1936年8月4日に実施された。前回ロサンゼルスオリンピックの同志国の覇者、アメリカ合衆国のリリアンコープランドは自身がユダヤ系であるためナチスドイツへの抗議として個人的にこのオリンピックへの参加をボイコットしていた。 この種目は予選なしの決勝のみで選手たちはまず3回の投てきを行い上位の6選手が次の3回の投てきに進むことになっていた。マウアーマイヤーは第1投目で当時のオリンピック記録を更新する47メートル63センチを投げて首位に立った。彼女はそれ以上記録を伸ばすことはできなかったが2位のポーランド代表。 ヤドビガワイスなどに大差をつけて最後まで首位を守り抜き、金メダルを獲得した。その他の主要大会では、1938年にウィーンで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会の円盤投げで44メートル80センチの記録を出して優勝し、砲丸投げでは13メートル27センチの記録で2位となった実績を持っている。 マウアーマイヤーは1935年6月2日から1948年8月8日まで女子円盤投げの世界記録を保持し続けていた。マウアーマイヤーは高等学校で教職に就いていたが、1945年にドイツが第二次世界大戦に敗北した後に過去のナチ党員歴を問題視されて職を追われた。1986年に彼女は、 ベルリンオリンピック50周年に関するインタビューを受けた。インタビュアーによると、彼女はドイツのために戦うことを許されたのは名誉だったと述べ、ベルリンオリンピックでナチの宣伝をしたことに悔いはないと発言したという。その後、1995年に故郷のミュンヘンで死去した。オリンピックアスリートボーンインミューニック、バイエルン、ジャーマニー2012年3月18日閲覧。 ABCDE 近代陸上競技の歴史260ページ当時採用されていたドイツ式採点法による1948年採用の IAF 式採点法で計算すると4391点になる ABCDE ベルリンオリンピック1936-366ページ AB はアールドレコードプログレッションディスカススローウィメン アーカイブ2007年6月30日、ベイバックマシン2012年3月18日、閲覧。ABIAAF、ザ・スポーツ・ディスカス・アーカイブウェブサイト2012年3月18日、閲覧。近代陸上競技の歴史259ページ。ABCDE アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリン・サマー・ゲームズ。 ウィメンズディスカススロー2012年3月18日、閲覧。AB アスレチックスアットザ1936、ベルリンサマーゲームズ、ウィメンズディスカススローフィナールラウンド2012年3月18日、閲覧。エウロペアンチャンピオンシップス2012年3月18日、閲覧。1938年のヨーロッパ、陸上競技選手権大会は、男子が、パリ。 女子はウィーンの日程で分散開催されている。次に女子円盤投げの世界記録保持者となったのはソビエト連邦の2位がズンバゼだった。彼女は1948年8月8日、モスクワで開催された競技会で53メートル25センチを記録し、その後事故の記録を57メートル4センチまで伸ばしている。ありがとうございます。